ボートレース都の滋賀県チハイ争奪第19回ミナちゃんカップ6日シーズンの今日は5日目、最終のジュニエース3つ目、最後の準優勝戦を迎えます。コース取りは1、2、3、4、5、6、ここを枠内の模様です。対戦メンバーです。1号艇魚谷智之兵庫、2号艇馬場芳也滋賀、3号艇吉川義嗣滋賀、4号艇丸岡正則大阪、5号艇木村正樹滋賀、6号艇高山聡志滋賀です。インコースに1番の大谷が入ります。予選は2位で通過。そして4番の丸岡と、ここは強力遠征陣、丸岡魚谷が登場です。2コース2番の馬場です。3コース3番の吉川1、2、3、4カード4番の丸岡、5コース5番の木村、6コース6番高山です。ここもやはり1号艇魚谷が人気。さあ、そして2番手3番手誰が来るのか。進入サイルは3対3です。スタートはまもなく10秒前で、外3艇から進入を開始。続いてうちの3艇です。進入コース、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。第ジュニエース準優勝戦1秒前スタートしました。インからまず1番大谷です。スタートは早かったか、タイムスタート審議中、タイムスタート審議中です。お知らせいたします。1号艇大谷選手はフライングです。1号艇大谷選手フライング返還です。1番に返しますウダ券は返還となります。お手元のウダ券お確かめの上、大切にお持ちください。先頭は2番のババ、そしてその後3番4番が2番手争いです。そして後続6番5番と続いております。第2ターンマーク乗り返し、まず2番の馬場から4番の懐を刺して3番の吉川義嗣、2番3番4番の順、後続6番5番です。2周回目になります。上位3艇が2番3番4番で2周第1ターンマーク。このジュニアスはフライングがありました。1号艇の魚谷智之選手フライング返還です。1番に返します船券は返還となります。お手元の船券お確かめの上、大切にお持ちください。2番、3番、4番、後続6番、5番、5人のレースになっています。まもなく2周第1ターンマークです。2番の馬場、3番の吉川、そして6番の高山、ここは3番手に食い込んでくるのか。しかし6番の懐を刺して4番の丸岡です。上位3手はやはり2番、3番、4番で残りあと1周。そして4番手追走6番高山。このレースは注目人気の1番の大谷がフライングでした。今日の前半戦はかなりスタート立ち遅れ、3着後輩等でした。その巻き返し、陰線から気合を見せたんですが、勇み足となってフライング返還です。1号艇大谷選手、そして先頭だったのは2番の馬場、2番手3番の吉川、3番手4番の丸岡で最終第2ターンマークへ。2番3番4番で最終第2ターンマークを理解し、2、3、4で間もなくゴールとなります。残りあと 50m、 2番の馬場吉也が先頭で5人、2番手3番の吉川、3番と4番丸岡、そして6番高山、最後5番と木村が合流いたしました。以上、波乱の第12レース準優勝戦でした。